さあ、ということでね、今回はミラティブ配信ではなく、初めて iPhone でのゲーム実況になります。今回は9月18日までの期間限定ミラー召喚、いわゆるバースデー召喚、スカラビア寮のジャミルバイパーをやっていこうと思います。ですね、今月に入ってから、ツイステが、サービス開始してから半年になって、ようやくバースデーキャンペーンに、入ったのかなと思いました。で、このバースデー召喚はSSR はジャミルの新カードおみかじバースデーのみ10回召喚で SR 以上1枚確定ということでね、早速私テンションが上がっ、いや早速ですね、バースデー召喚ジャミルやっていきたいと思います。今後の予定としては、明日のジャミルの誕生日当日に、書き上げたジャミルの誕生日記念とイラストをツイッター投稿および、YouTube にも同時投稿しようと思います。はい、アイビスペイントのマイページでも公開しようと思っておりますのでね、そちらの方もぜひチェックしていてください。それとね、デジモンアドベンチャーのアフレコチャレンジ再生回数1万3000回ということで、私には今までにない経験になったのと思います。ここまで、視聴再生回数を伸ばしてくれた方、たくさんのご視聴ありがとうございます。ということでね、永遠と長話になりますけど、アフレコチャレンジはプレゼント目当ての珍しい超大型企画だと思っているので、久しぶりにアフレコやりましたが、アフレコチャレンジとしてね、まあクリエイターとしては十分身となったし、勉強にはなったなかと思います。もうこんなに長話するなんて思ってなかったけどね、正直まだ喋り下手なんでね、喋りの上手い人は正直羨ましいと思うけどね。まあとりあえず早速、この SR 以上1枚確定の、魔石300も創出する10ロール10回召喚やっていきたいと思います。ではスタート。ちょっとね、いまだにSSR まだ消費してないのでね、汝の魂の形を見せよ。これはちょっといい感じない？それとバースデーカードがなんかフルボイスするらしいね、パーソナリティストーリーが。ストラップだ。確かスカラビアルのイメージカラーがオレンジなんだよね。あんまり運がないんでね、スカラビア寮の違う、ガチャ運は。これは実験か。慎重に、正確に、そうすれば失敗なんかしようがない。
あ、これはコンフィオレンスだ。アンドロイドか。オクタミヌかな、イメージからは。はい、もうこんな感じになっています。残念ながらバースデーカードを入手できませんでしたので、さあやっていこうか。バースデー召喚ジャミル、当日をもって、マジカルキー10本もらいました。現在開催中のね、こちらの期間限定召喚、ご心願いようではなく、バースデー召喚をやっていきたいと思います。前回はね、SR 実験にジャミルのみしか召喚できなかったので、今回は何としてでも SSR おめかしバースデージャミルを手に入れた。では早速バースデー10回召喚。君たちは迷子の女の子じゃない。無礼な振る舞いは許されない。はい、こんな感じかな。 SSR が未だに確定しませんね。今回の結果、式典服リドルローズハートとシルバーでした。あ、でもなんかね、ツイッターでね、一発でおめかしバースデージャミルを単発で召喚できたらしい。これもやるか。まだ所持16個もあるからね。闇の鏡に導かれし者よ。